西尾でーす。さあ、じゃあ明日よろしきチャンネル。はい、今日はですね、はい、ちょっとね、気になるニュースがあったんですけど。気になるニュース、あの、YouTuber のヒカルさんがね、うん、はいはい、まずタイトルがネットニュースの、うんうん、ヒカル YouTube バカにした芸人に激怒、お前が30年かけて稼ぐ金を2年で稼いでる、なめんなよ。あ、俺見たわ、とヤフーニュースになってたよ、結構トップ、ね、そうそうそう、うん、YouTuber ヒカルさんが、4日に自身の公式チャンネルを更新し、 YouTube をバカにした中堅芸人に怒りをぶちまける場面があった。フリートークする企画で兄前さんから、前に飯に行った時に芸人さんにこき下ろされとったやんと話を振られたヒカル、ある人物の紹介で会食に招かれたというが、そこで同じくゲストで呼ばれていた中堅芸人に散々バカにされたことがあったという。光曰く、その人物は結局 YouTuber は芸能人の真似事で落ちこぼれ、うちの世界にはダウンタウンさんがいるから、 YouTube なんてもう 2,3 年で終わるからね、今のうちに稼いどいた方がいいよなどと言いたい放題。とにかくこっちを下に見てくるわけよ。40くらいの年齢のやつでボコボコにしたのかな思ったわ。はっきり言っとくけど、お前が俺に勝ってるところ一つもないからな。そいつは中途半端に売れていて、中堅芸人の真ん中のちょっと下くらいのやつでさ、空気を悪くするだけして会計も払わずに帰っていったもんな。ほんまにダサすぎるわ。言っとくけど、お前が30年かけて稼ぐ金をこっちは 2,3 年で稼いでるからなめんなよ、褒めてるなと怒りをぶちまけた、うん、これナダルさんの、ちゃうけちゃいますちゃおうな、ね、何の話読みながらえって思っちゃってた。何の話してくれてる。全部当てはまるから、ね、まず YouTube をバカにしてたし、うん、バカにしてないよ俺って、こんな一生懸命取り組んでるもんさ。いや、覚えてない、めっちゃ前のあの工場委員会で、うん、カジサックさんに、ほんまにやめてください YouTube なんてみたいな、めちゃめちゃ言ってネットニュースになってたんです、うん、あのこのチキンナダル YouTube を下に見るみたいな。あの一時期というか、だいぶ前ね、それこそ2年、3年ぐらい前ですから。この YouTube 下に見るっていうのはまず1個、昔ね、で、はいはい、中堅芸人、我々もう11年目やし、若手やろ、中堅芸人になってきた、若手やって、で、年齢が40くらいでしょ、40くらいけど、うん、ほんで、まだ怖いけど、中途半端に売れてるやばい、日本人で俺のこと知らんやつおらんやろ。いやおる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 、全然おるよ、これからもっと上いかなあかんねんから、そんなんじゃダメよ。もうとにかく下に見てくるわけで、ね、俺 YouTuber 様のこと上に見てるよ。もう一つ、お会計払わず帰った、これがもう決めて、昔ね、うん、決めて、ね、3代目の山下君に怒られたんやそうそうそう、金持ってる人が払う、俺は金持ってる人が払ったらええっていう考えやったから、ね、いやいや、だからその考えやったらヒカルさんが払わなあかんっていう考えやんか。だから折れちゃうって、なんか全部当てはまねんな。いや、当てはま、俺ちゃうって。いや、TikTok とかでもな、流れてんねん、これ。TikTok 流れてんの、うん、ほんで、なんか、レギュラーも何本かあったからあるんか知らんけど、うん、みたいな。で、俺らも何本かそのラジオやけど、ラジオな、うん。ほんで、そのもう全部当てはまるから、コメント欄になんか、うん、これ、ナダルちゃう、これ。俺ちゃうって。俺ちゃうって。予想が。あったこともないし。コメント1000件ぐらいあって。俺 YouTuber 様のこと上に見てるもん。これどうですか、違うの、会食ヒカルさん、やってない、言ってないっつってんの俺は。証拠は、証拠、証拠これ証拠を提示しない、飯行ってない証拠ってどうやったら出せんの。疑われてるから、そのなんかこう、じゃ疑われてるって言ったら、うん、勝手にそれ知らんやつが疑ってだけやろ。あ、俺やってない、それほんまに、ほんまやってない、ほんま会ったことないです、ほんとすいません、これは、うん、マジないです、ほんま違う、どうしたい、うん、じゃあ一回謝っとこう。なんでやねん、おい。謝らへん。なんでやねん、紛らわしいから。謝らへんよ。じゃあこの、ザマングル加藤って言ってる人もいる。加藤さん、加藤さんでは絶対ないです。めっちゃ優しい。言い方なんで。ちょっと。ってほんま。俺じゃないです、それだけ証明した。もうだからもう、謝っとこう一回。もしそうやった時のために。俺の記憶はごっそり抜けてるよ。おじいちゃん。記憶なくなること多いやん。
記憶ないんですよ。あんねん俺基本的にあれ。記憶ないです言ってだけ。あれ言ってる。全部あります。あんねん。ほな嘘や。嘘ついてんねん。あほな赤い。でっかいの嘘つけやろ。アメトークでずっと記憶ないです言ってた。あれ全部嘘。あ嘘ない。全部記憶ある。あ全部記憶ない。え今回は？え記憶ないのよだから。記憶ないの。ないよもちろん。え嘘やろだから。えそういうことじゃないの。記憶ないっていうのは嘘やろ。もうどうしたいのほんならもう。頭だけ下げよう。サムネにするから。悪いね、ヒカルさんごめんなさいっていうのが再生回数、お前ほんま YouTube の犬ですね、YouTube の犬って何だよ、お前YouTube のこと下に見すぎやん。だって俺さ、何も知らない、謝んの。いやいや、じゃあサムネにするから。いや、ほんまにヒカルさんすいませんでしたっていうのだけちょっとね。ちょっとそれは真実で言わせてくれ、もうほんまにやってないってことも全部含めてよ。とにかくややこしくしたっていう、やった体でいこうか。なんでやその失礼してしまったって。だからそのなんかもう皆さんを混乱させたってことには謝ろう、うん、混乱誘い一回。え混乱誘い。なんでやいや、切り抜かれて意味わからんて。いやそのあほんまに謝ってるとこだけど切り抜かれて TikTok でバズって、俺ナドルやナドルやってなって、ほんまは違いますって言うのか。そのもうええって。いや、あのほんまはしてないですよ、してないけど、その手ね、あの万が一の時のためです。なんかしかないの記憶ないんだよ、本当に。で、ちょっと、ほんまにあかんことしたな。それあかんで。はい、そうですね、うん、あの、なんか酒の席やと俺やっぱ昔からあの、タイのめっちゃデカなって思って、うんうん、で、ダウンタウンさんの名前出したら、だいたい拾うのよ。わー、あの、俺、友達とかにもマウント取るときにダウンタウンさんの名前しか出さないんですけど。わで、なんかやっぱヒカルさんがだからやっぱ、あのめっちゃ稼いでても知ってるし、うん、なんかやっぱ俺すごい立場の人やとさ、なんかマウントどうにかして取らんと態度に喋らないから、うん、YouTube のこと下に見てるとかあの時言っちゃって、酔っ払って言っちゃって、うん、そうそう、で次の日メイさん酒抜けてメイさんの時震え上がったもんね。なるほどな。それはでももう混乱させてるから、うん、そうですね。なんとこんな態度悪かったですね、本当に。もうだから本当に相方から本当にヒカルさん申し訳ございませんでした。いやいや意味が分からへん。意味が分かりません。俺はやってません、何も。やってないという。いや、やってない。やってない。それでも俺はやってない。おう、やってないねんな。やってない。うん、やってないんやったら言うといた方がいい。おい、意味が分からへん。やってだから疑ってるし、ほんま僕やってません。なるほど。ほんまその、会ったこともないですから。よかったです、あの、奈良さんじゃなくて。やってないって言うんやったら何もんなの、あなた。いやいや、だからさっきの切り抜かれたらどうしようと思ってるだけです。ちょっとお前もちゃんと頼むから俺に謝罪動画やってくれへんから。意味わからん謝罪してるから。いやいや、だからそれ手入れやっただけやから。ほんまやってないんでね。じゃあ謝されてんのか、目の前で。だから、あの、ヒカルさん、世間の皆さん、ナダさんはやってません。やってません、ほんまに。変な憶測で。ヒカルさん関係あれへんから、うん、その、疑って視聴者の方に。そう、ほんまに、予想しないでください。ナダさんはそんな人じゃないんで、うん、さっきの謝ったっていうのはもう体です。あの、もし万が一奈良さんの記憶が飛んでた場合の。記憶あるんですよ、基本的に、うん、僕いつも記憶ないって言っておく。全部記憶あります。あります。だから言ってないです、うん、はい、ということで、今回はお騒がせしてすいませんでした。俺謝らへんぞ。2月18日金曜日19時からルミネ座吉本にて2年ぶりのコント単独ライブをします。さあ、はい、ということで、はい、オンラインチケットも、はい、販売しますけども、はい、劇場チケット、はい、まだありますんで、お願いします。概要欄のとこからちょっとチケット情報皆さんぜひ見てください、はい、お願いします。コントたっぷりやりますからね、はい、久しぶりに、はい、ね、ちょっと結構いいネタの感じもしてますから、うん、まだね、全くできてないんですけどね。適当なこと選んでください。はい、ぜひぜひ概要欄の方から、劇場チケット、はい、オンラインチケットお買い求めください。待ってます。ルック